アデン占領は、1548年2月26日、オスマン帝国の軍人 P.E.D. ーーレインスにより、一時、ポルトガル海上帝国により占領されていたアデンと、その港を奪還した戦闘。1538年に、オスマン帝国は、ポルトガルのインド西岸の拠点を攻撃しようとした。その際に、アデンを基地とせよとのスレイマン一世の命により、 オスマンのエジプト総督ハディム・スレーマンパシャにより1538年に征服された。アデンを経由したオスマン艦隊は1538年8月から11月にかけてインド西部の都市リーウを行為するもポルトガルに敗北した。帰還したオスマン軍は家宝100門余りを艦隊から降ろしてアデンを要塞化した。その後、ここを拠点にハディム・スレーマンパシャは サナーを含むイエメン全域を支配した。1547年、アデンはオスマンに対して反旗を翻し、ホルムズからポルトガル勢力を引き入れた。その結果、ポルトガルがアデンを支配することとなった。1547年、PD ーー・レイースがオスマン帝国インド洋艦隊の指揮官になったことで、オスマン側の攻勢が再開された。 PD レースは1547年10月29日に60隻の様々なサイズの船からなる艦隊を率いてスウェズを出発した。モカに到着した艦隊はイエメンのベーレルベイから5隻の増援を得た。さらに急破された三尺米へのカシムベイ率いる軍勢が陸上からアデンを包囲した。1547年11月15日に65隻からなるオスマン艦隊は アデン付近に到達した。アデンの首長のアリビン・スレーマン・アルタウラキは、艦隊が婦人する前に海囲いを企てて、約3000の手勢を率いて出撃したが、犠牲者多数を出して失敗、自らも戦死した。彼の息子ムハンマドが指揮を引き継ぐ。これを支援するため1548年1月19日に、ポルトガルの召艦隊が到着した。しかし、 ポルトガルは千数隻を消失し、捕虜120名を出す敗北を喫し、ゼーラまで撤退を余儀なくされた。こうして、救援の望みを絶たれたアデンは、陸海から完全に包囲され、激しい砲撃を受けた。最終的に、オスマン軍によって1548年2月26日に、アデンは占領された。三月二十日、ゴアから派遣された大規模なポルトガルの救援艦隊が、 アデン沖に到着した。しかし、死が陥落していたことで、何もできないまま帰還することになった。イエメンの反乱は鎮圧され、アデンが脱回されたことで、航海の安全に関するオスマン帝国の懸念は取り除かれた。アデン港は1580年代後半まで、オスマン帝国海軍のインド洋における最重要拠点となった。勝利者となった p リ、e. ーレースは、次は、 アラビア半島の反対側、ペルシャ湾のポルトガル勢力の一層を目指すホレムズ戦役を指揮することになる。ありがとうございます。